はい、どうも、久保田です。今回も二次試験レベルの単語強化講座をやっていきたいと思います。第8回になる今回は、いよいよ東京大学前期2021年度をやっていきたいと思います。この動画を見ることで、ターゲット1900、もしくはシステム英単語、シスタン、このどちらの単語帳を覚えている人も、まずそれぞれの単語帳の赤の見出し語が、東京大学前期2021年度の問題の中でいくつ出てきたか、いくつ的中させたか、その総数をそれぞれ表示させます。そうすることによって、どちらの単語帳を覚えてる人もこんな単語本当に出るのかなってね、不安になる子多いんですが、きっちり数を示すことによって自分の単語帳を信じ抜いてもらうことになります。そしてその後、ターゲット1900のみが的中させた単語、逆にシスタンのみが当てた単語、これらをそれぞれ数を出すことによって、ターゲット1900を覚えてる人はシスタンのみが当てた単語を覚える、逆にね、シスタンを覚えてる人っていうのはターゲットのみが当てた単語を覚えることによって一冊で二度おいしい動画になっています。さらにこの動画の最後には、この2冊の単語帳にすら載っていない難しい難単語というのは、当然ながら国公立二次試験や、総計上智など難関次第には出てきます。それらの単語を今回は25個ほどピックアップして、おまけの熟語も追加して、それらもすべて PDF でダウンロード可能にしておきますので、単語力強化に使ってください。はい、というわけで今回もやっていきましょう。はい、それでは具体的な数字を出す前に、まずね、東京大学の英語の、感想など自分の意見を喋りたいんですが、おととしに、個人的にはね、おととしに教えていた子が、小学校からずっと見ていた子なんですが、その子が東京大学に受かったっていうね、経験があるので、そこでも二次試験を一緒に解いたり読んだりしていた思い出があるんですが、その子はね、公立の中学校、そして公立の進学校から、部活もちゃんと3年間やって現役合格したっていうすごい子なんですが、何かね、その子が解いていく中でもやっとした時に、話し相手になって一緒に考えてあげる、そんなことしかしていなかったような記憶があります。というわけで、東大の英語っていうのはね、非常に基本的なことが多いです。これっていうのは、ドラマで昔あったね、ドラゴン桜、今も確か新しいやつがやってるのかな、昔のドラゴン桜の、ドラマの影響で、東大英語っていうのは本当に基本だ、基礎の塊だっていう風に、結構一般人の人でも、知っている人が多いんですが、本当にその通りで、難しい単語、難しいマニアックな熟語とかね、そういうのはそんなに出てきませんが、基本的なことはどんどんついていきます。具体的に言うと、例えば、長文を要約する大問だとか、ちゃんと下線部をきちんと和訳する問題、もしくは英作文もね、自分で65から85の英単語数で、自分で全て、作る英作文だったり、逆に、日本文が与えられていてそれを、英作文にする、よくある英訳問題ですね。その他にも、共通テストのように、選択肢を選ぶ特有の難しさもあると思うんですが、そういう形式だったり、オーソドックスないわゆる、全てが入り込んだ長文だったりね、もう全て込みです。あとは長いリスニングも当然入っています。そんな感じで、とにかく全ての力を試されるようなテストだと思ってください。だから何かに尖っている、特化したような勉強をしていると逆に足元をすくわれるというタイプになります。そういう意味で基礎が大事だというのは本当に当たっていると思います。ただしね、その基礎が大事っていうのも、本当にトップレベルの人が言う基礎が大事に似ている感覚だと思います。例えば、よくね、プロ野球選手とかが、一番大事なものは基本だよと、ね、イチロー選手が道具を大事にするのが一番大切とかね、そういうことを言われたとします。それってね、もちろん初心者レベルの人が言う基礎も大事だと、一緒のことを言ってるんですが、すべてを知った上でやっぱり大事なのは基礎だって言われると、もう風格が漂ってきますよね。ラスボス感がすごい出てきて、逆に怖いですよね。そういう意味合いの基礎が大事だとも捉えてください。何かに尖って、例えばマニアックな単語だけを勉強するとか、リスニングが好きだから CD ばっかり聞いてるとかね、そういうことだけしていると、例えば文法解釈問題、この中で不適切な文法の部分を選びなさいとかね、それも当然入ってるんです。そういう文法力を問われる問題で差が出てきます。総合力を試されている問題だと思ってください。逆に言うとね、高校1年生の子たちは今やってる文法っていうのは東大の二次試験に出てもおかしくないと思いながら勉強するのがベストだと思います。それでは早速具体的な数字を出していきましょう。
はい、それではまず最初に東大前期2021年度のすべての英単語、これはリスニングの原稿も含めます。リスニングの原稿も含めてすべての英単語の中でターゲット1900とシスタン、それぞれの単語帳が何単語赤い見出し語を的中させたか、その総数を表示したいと思います。今回も使用するプログラミング言語は Python、 ウェブブラウザ上のリスト表示には Django、 そして例えば3単元の S や ING 系、もしくは過去形、過去分詞などはすべて元の単語、見出し語に戻さないと正確な数が測れないので、そのような自然言語処理には今回も Spacey を使用しました。それではまずこの2冊がそれぞれ的中させた見出し語の総数を表したいと思います。はい、このようになりました。ターゲットの方は1900個中342個を的中、的中率は 18.0% になります。そしてシスタンは全部で2027単語中350個を的中、的中率は 17.2% になります。今回はね、今までで一番的中数が多くなりました。まあこんなに数が多くなった大きな要因っていうのは東大英語自体の分量が非常に多いという点にあります。まあリスニングがある時っていうのはリスニングの原稿も全て含んでいるので、今回は長文の数も多いしリスニングも長いので、その中で被る率も高くなってくるのでこのような結果になりました。ただしね、後からやりますが、これらに載っていないマニアックな難単語ってそんなにないんです。今回は25個紹介しますが、前回やった大阪大学、特に外国語学部のようなマニアックな難しい単語っていうのは全然出てこないんです。なのでこのレベルの単語帳でいいので、しっかりと隅から隅まで極めることによって東大英語の単語で困ることっていうのはそうそうないんじゃないかなと思います。もちろんね、読むスピードだったり解釈には国語力も必要なので、その他の総合力は当然必要になるんですが、マニアックな単語ばかりを追い求めるのはこの大学には向いていないと思います。それではいつものようにこの342個とこの350個を同時にウェブブラウザ上でスクロール表示しますので、まあそれぞれの単語帳を覚えてる人っていうのはこれらの単語がパッと意味が出てくるかどうかを確かめてください。それではいきます。
はい、次にターゲット1900のみが当てた単語、逆にシスタンのみが当てた単語っていうのも当然存在します。それらもプログラミングの配列機能を使って割り出すことができます。早速その数を見ていきましょう。はい、このようになりました。ターゲット1900のみが当てた単語は88個、逆にシスタンのみが当てた単語は96個になります。まあそれぞれ引き算をすればこの254個がどちらの単語帳も当てた単語になります。それではいつものようにこのターゲット1900のみが当てた88個の単語を順番に見ていきましょう。はい、こんな感じになります。 Repeat、 繰り返すから始まってずらっと今順番に表示させていきます。まあ、詳しくはいつものように PDF のファイルでダウンロード可能にしておきます。そして単語テストができるように訳の部分を開けたバージョンと綴りの部分を開けたバージョンも作っておきますので、特にねシスタンのみを勉強している人っていうのはこれらはターゲットのみが当てた単語になりますので、しっかりと個別で覚えておいてください。ずらーっと今並べて表示しているんですが、はっきり言って基本的な単語が多いです。80何個ありますが、結構簡単な単語も含まれているのでやっぱり基礎が大事っていうのは正しいんじゃないかなと思います。その中であえてまあ個別に見ていくと、例えばこのインテリジェント、これは聡明なって意味でよく出ますね。まあその他に例えばディスプリン、これは規律とかしつけっていう意味ですね。あと気になったのはこれですね、エクスティンクト、これそんなに難しくないんですが絶滅したっていうね形容詞なんですが、これ今回の東大英語では注釈ありで出ましたね。だから米印で絶滅したって下に書いてありました。まあ注釈にするほど難しいとは個人的には思わないんですが、一応そういうレベルの単語も今回ターゲット1900のみが当てた単語になります。はい、では次にシスタンのみが当てたこの96個の単語を個別に見ていきましょう。はい、こんな感じになります。1番のプロスペリティ、繁栄っていう単語から始まってずらーっと96個を今から表示します。詳しくはさっきと同じように PDF のファイルでダウンロード可能にしておくので、特にねターゲットのみを勉強している人っていうのはこれらはシスタンのみが当てた単語になるので、しっかりと覚えておいてください。訳を開けたバージョンや綴りのみを開けたバージョンの単語テスト形式にしてやるので、しっかりと自分の単語力の補完に使ってください。今ねこんな感じで96個ずらーっと並べてるんですが、まあ、やっぱり個人的な印象としては副詞が多いなと、ね、副詞系に強いシスタンっていつも言ってますが、今回も、なんとかリーなんとかリーっていうのがたくさん的中しています。はい、このレラティブリー出ました。これ毎回出てますね。今回も出ました。このね国公立二次試験じゃ絶対に出るんじゃないかって思うくらいよく出るんで、しっかりと覚えてください。比較的っていう意味になります。あとはこの absolutely とかもね、絶対にとか完全にっていう、これもまあ英会話とかね会話でもよく使うんで、しっかりと覚えておきましょう。あとはね今回下線部を和訳しなさいっていう問題でこの accordingly がもろに線が引いてありました。従ってなんとかなんとかなんとかって訳していく、この accordingly っていうのを的中させたシスタンは今回はお見事と言いたいです。まああとは個人的にいいなと思ったのはこれですね、 expertise、 これはまあ専門知識っていう単語なんですが、まあ大学受験の後 TOEIC を勉強するときにも結構出てくる単語なので、しっかりと覚えておいてください。はい、こんな感じになりました。何度も言いますが数は多いんですが、そこまでマニアックな単語っていうのは東大英語は出てきません。だからねこれらの単語帳にすら載っていない難しい単語っていうのも、まあ、探してみたんですがそんなに数ないんですね。今回は、まあえてピックアップするなら25個になりました。それらもねぶっちゃけそこまで難しくないのも今回は含めてありますので、前回の半大ですね、外国語学部も含めていたんで、あの時のマニアックさに比べたらよっぽど楽なレベルの単語だと思ってください。まあその他ね熟語も結構基本的なやつが問題にされてるんですね。例えば Not only A but also B のトーチバージョンとか、some other で何々なものもあれば何々なものもいるってね、これ中学校の教科書にももうバンバン出てるんですが、それらも今回の和文英訳に出てきましたので、やっぱり基礎力を大事にしてください。まああえてね珍しい熟語を挙げるんだとすると、今回で言うと例えば one of a kind、 これどんな意味かわかりますか？これユニークなとか独特なって感じで、まあ、かなりいい意味で使うんですね。これね YouTube だと、まあ、海外の YouTuber も結構見るんですが、有名なアメリカ人の YouTuber でロマン・アットウッド、
っていう人がいるんですが、この人がいつも動画の最後で、まあフレーズ的に使う言葉で You are beautiful, you are one of a kind, smile more っていうフレーズがあるんですね。ここで one of a kind を使っています。まあニュアンスとしては、君はユニークだっていうのもね、世界でオンリーワンだよっていうような感じのいい意味で使うフレーズなので、しっかりと覚えておいてください。まあ、強いて言うならこれぐらいが初めて見るような熟語で、あとはまあ本当に基本レベル、熟語帳などに載っているのばかりなので、しっかりと自分の単語帳、熟語帳を押さえておいてください。いつものようにこれら25個っていうのは PDF でダウンロード可能にしておきます。注釈ありの単語は赤字で表示してあるので、それらを覚えるか覚えないかは皆さんの判断に任せます。おまけで今言ったような熟語も入っているので、しっかりと覚えてください。またね、この動画の最後でこのどちらにも載っていない厳選難単語は、まあ、音読さんっていう機械音声を使って、すずり役のね1秒おきに表示されるフラッシュカード形式で動画の最後でお見せしますので、皆さんの暗記のトレーニングに使ってください。こんな感じで今後も全国の国公立二次試験レベルの英語、もしくは早慶上智など難関次第の英語、毎回一つをピックアップして、これら2冊の単語帳を使って比較し、そしてそれらにも載っていない単語を毎回ピックアップしていきますので、この講座をね10回20回と続けていくことによって、これらの単語帳だけを勉強している人と少し差をつけることができるので、興味のある方は今後もこのシリーズをよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上です。Egocentric. Domesticate. Aspirin. Container. Contradictory. Alley. Overflow. Reliance. Grotesque. Rigorous. Mediterranean. Destructive. Dialogical. Neanderthal. Wormhole.Authenticity. Disclosure. Selectively. Rebellion. Pastry. Respective. Adolescence. Credible. Monologue. Pixel.